はいどうも、ダマで親っぱね食らった時の絶望感えぐいミソです。はい、本日はですね、ナミキちゃんの方から9周年記念で登場する新イベキャラのね、紹介予告がございましたので、そちらを皆様と一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっととんでもない性能のキャラが来てしまいましたね。ということでね、早速見ていきましょう。こちら9周年を記念して天才明神くんが登場ということで、やはり来ましたね、明神の別バー。そして2つ名が天才というね、形に変わってますね。まず金徳からなんですけども、 SR 以上で投手ならディレイドアームおよび形勢逆転または必殺火消しにのコツが取れますよということでね、まあ、金徳はまあ無難って感じですね。そこまで派手さはないのかなといったところでございますが、次の文章がやばすぎる。アイテム追加枠マックスパワードリンクとスタミナ上限プラス12を持ってるということで、これどういうこと？ちょっとこれはえぐいね。シンプルに書いてあることやばすぎるでしょ。マックスパワードリンクもね、やばいですけども、スタミナ条件がもうついに一人で12、漏れる時代が来てしまいました。はい、いやこれはちょっと天才すぎますね。これによって、まあ、後ほどね、デッキの方も、組んでみたいと思うんですけども、スタミナ上限161なんていうのも可能になると思いますので、そうなったらさてどうなっちゃうんでしょうね。もはやもう161ってやばいね。もう200を超えるのも時間の問題な気がしてきましたね。で、得意練習も素晴らしい。変化急速で、あとイベですね。はい、もうね、もう投手キャラはもう急速変化の2種連持ち持ってればもうね、めちゃくちゃ強いんで、はい、間違いないって感じですね。で、選手能力もめちゃくちゃ高いです。 S5149、 これリアタイでも使えるかもしれませんね、能力によっては。はい、ちょっとそこがまだ見れないのが残念ですけども、そこも楽しみかなというふうに思っております。プロフィール、剛速球、ミオストレートを投げる明神が複数の変化球を取得、性格は相変わらず子供っぽくて憎たらしさもパワーアップということで、これやばくない？変化4種類とかになったらさ、これリアタイでめちゃくちゃ強いんじゃない？複数って書いてあるからね、これだからチェンジアップ7は変わらず持っていて、あと何個増えるかなって感じですよね。アルティメット明神がカーブとシンカー持ってたんで、どうなんだろう。そう、カーブとシンカー77でもだいぶえぐいけどね。はい、ということで、まあサクセスで使えるのもね、間違いないと思いますけども、リアタイでも十分ね使える可能性があるということで、まあこれはねゲットしなきゃダメだね。これ明日来んのかな、もう。まだ予告ね、いつ来るとは書いてないんですけど、でも今日こうやって発表するっていうことは明日来る可能性十分ありますね。はい、なんでいやーねー、まあもう別バージョンなんで PSR 一発射抜ければもう解放ね即できるんでね、はい、楽なんですけども、闇ガチャの香りがプンプンしております。はい、なんでね、まあ、この明神はね絶対ゲットしなきゃいけないと思いますので、はい、明日皆さん覚悟してガチャ更新に臨みましょうという感じですね。で、ここからはちょっと明神が追加された後のデッキをちょっと考察していきたいと思います。はい、こんな感じで今のテンプレ編成がまあこれですね。カリーナ、同衛、山口、虹谷、ゴブリン、シェゾー、サポートにコボル、サイリさん、マキマさんということで、コントロール116、スタミナ141っていうのが、上限で言うと、テンプレ編成になってるんですけども、これおそらくまあ同衛かな、変えるとしたら。はい、で中継ぎ育成だったら虹谷を変えるなんていう感じでもいいかなとは思っております。うん、思い切ってゴブリン変えるっていうのはどうだろうなって感じなんでね。はい、おそらくマントルキャラ1
体減っちゃいますけども、同絵を変えるのが無難なんじゃないかなとは思っております。はい、で前にあったようにそうするとねできますので、前さんだとちょっとイベント関数怪しかったところをちょっと、うん、イベントの走りも、あでもそうだ、別バージョンキャラってイベント数多いから後4の方もちょっと心配ですね。はい、なんで、まあ、変えるとしたら、まあ、同絵かゴブリンかなって感じだと思います。で、同絵を変えた場合ですね、はい、こうなりますよね。で、名字に入れたら、スタミナが156まで伸びます。で、これ161にするにはどうしたらいいのかと言いますと、まあ、シンプルに、まあ、この2人ですね、はい、この2人を外してあげて、これ名字入れたら150なんで、あと、スタミナ上限プラス8プラス4といったキャラを入れたら OK ですね。はい、なんでコボルヤールゼでいいのかな、これで乗るか、あこれ乗りますね。はい、これで一応まあ無難に161にできます。で根上限プラス4はあんま意味ないんですけども、まあ経験点上限をねしっかりと補うために、まあコボルかヤールゼンは絶対に入れてあげないとダメかなって感じですね。ヤールゼンさえいれば1300埋まってるので、はい、そしたらコボル別にいらないのか、ここ別にあれだね、スタミナ上限プラス4以上のキャラだったら何でもいいんじゃないかなと思っております。はい、なんでまあ皆さんが持ってるところで言うと、まあ、かぐやとかでもいいんじゃないキリルとか、うん、サイリさん詰めないのがちょっと痛いかなって感じですけども、はい、まあまあまあそれでもいいんじゃないかなとは思いますけどもね。うん、でそっか、シズを変えるっていう手もなくはないけどね、まあ、ただ金徳強いし亀石だしというところで、うん、まあそうだね、同絵が無難なんじゃないかなとは思いますけどもね。はい、ゴブリン変えちゃうとちょっとスタミナ161っていうのは作るの大変になってしまいますね。うん、そういうその場合はまあちょっとコントロール上限の方を調整してあげるっていう感じになるかなとは思いますけどもね。はい、まあとにもかくにも、いやー多分スタミナ161ランクでいったら2ランク3ランクくらいあるんじゃないかなってなってくると、やっぱスタミナ161大正義になりますので、はい、まあちょっとまたまたマントルがインフレしそう、ちょっとね作るのが難しかったね。うん、先発でなんだっけ、あれ投手って今どこまでできてるんだっけ、あ UE か、はい、 UE ランクっていうのも、私エースが UE8 なんですけども、 UE ランクっていうのもちょっと目指しやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、うん、まあゲノムの息抜きにマントルもやっていきたいですね。まあただ明日からリアタイカップも始まるんだよね、ちょっとやること多すぎるんですけどいっぺんにちょっと来られても困るなって感じですね。あとボックスガチャも来るみたいです。これ誰だっけ、これ誰だっけな、サクスペのキャラの紹介の時にねちょっと触れたことあるんですけども、ちょっと名前忘れちゃいました。知ってる方はぜひ教えてください。でボックスガチャが来て、明日明神も来てリアタイカップも始まるということで、ちょっともうやばいです。はい、やること盛りだくさんですけども、うん、まあひとまずはゲノムの方を楽しんでいきたいけどねっていう感じですけども、まあでも明神来たら一旦マントルの方に戻りたいとは思っております。はい、で予告になりますが、まあツイッターでもねツイートさせていただいたんですけども、ゲノムで私 US 産の選手21万点のね US 産の選手作ることができましたので、まあこちらのね立ち回りの簡易解説とかも行っていけたらいいかなというふうに思っておりますので、まあぜひねチャンネル登録しないという方、していただけると嬉しいです。はい、っていう感じで今回は失礼します。明神がやばすぎる。 See you。